全てはこの手の中にある。はい、どうもこんにちは、スワクテガと申します。今回ですね、歴史紹介動画、バーニングナックラー編ということでね、通称バカというこの、ごめんなさい、通称 BK ですね、ごめんなさい、はい、通称 BK のね、歴史紹介動画を、送らせていただきます。ちょっと始める前にですね、ちょっと言い訳させてください。はい、このデッキなんですけど、かなり前でね、ちょっと構築がそのままです。かなり前に作ったままで、何ヶ月もちょっと触ってないんですね。ですので、今の環境、魔導星流、それらが、カッポするような環境についていけるとはちょっと言い難い構築となってますんで、それだけはちょっと勘弁してください。はい。ご了承のほどお願いします。では、行っていきましょう。バーニングナックラスイッチヒッター3枚。バーニングナックラヘッドギア3枚。バーニンググラスジョーが3枚。バーニングスパーが3枚。増殖する G が3枚。DD クローが3枚。エフェクトベーラーが3枚。遠征ブラスターが2枚。はい、モンスターは以上です。次に魔法ですね。はい。そこのサイクロンが2枚。ブラックホール1枚。愚かな埋葬1枚。大嵐1枚。死者蘇生1枚。増援が1枚。はい。魔法以上です。はい。次に最後トラップです。神の警告が1枚。激流層が2枚。強制脱出装置が2枚。神の警告が1枚。エクシーズブロックが2枚。はい。リバウンドが2枚ですね。はい。トラップ以上です。メインデッキ40枚です。じゃあ、最後エクストラいきまーす。バーニングナックラー、リードブローが3枚。ナンバーズ、カオスナンバー39、フォープレイ1枚。ダイヤウルフ1枚。ベルズーロボロス1枚。キコニジャブレードハト1枚。ナンバーズ16、ショックルーラー1枚。ナンバーズ106、ジャイアントハンド1枚。ナンバーズ39、ホープが1枚。ナンバーズ50、ブラックコーンを1枚。ヒロイクチャンピオンエクスカリバー1枚。ガガガンマンが1枚。クリムゾンブレーダーが1枚。アーリーオブジャスティスカダストロが1枚。以上です。15枚ですね。15枚だよな。合ってるよね。はい。そしたらですね、簡単な説明からしていきましょう。はい。モンスターなんですが、はい。こちらブラスターですけども、まあこれは基本的に特殊召喚するためのものではなく、まあハンドから、まあこういったのを切って、ブラスターとこれ切る。で、スイッチイッターを召喚して、墓地のスバーを特殊召喚して、BK、リードブローにつなげるみたいな感じで使います。基本的にその使い方しかしないと思います。序盤から、例えば、膠着状態になった後に出るっていうのはいいんですけど、相手の高攻撃力モンスターを破壊するっていう、倒すためだけに、墓地の BK 除外したりとか、そういう使い方するとちょっとやばいです。そうなるとちょっと、最終的に自利品になります。墓地リソースが消えると本当に厳しいので、はい。できればさっき言ったような使い方、ちょっとアドソンにはなるけども、そういった使い方が一番強いと思います。で、エフェクトベイラー3枚。これはもう当然ですね。はい。もう当たり前のように入れなきゃならないと思います。打つべき場所はリードブロー。とにかく BK というのはリードブローをどれだけ守るかなんで、はい。こいつをどう立たした後にこれをどう使うかですね。相手の例えばサーチカードとかには使わないでください。例えばビッグアイとか、そういったカードに使いましょう。本当に。マストカウンターの見極めが一番大切だと思います。このいったデッキは。で、次ですね。DD クロー。これもですね、いや、組んだ当初がね、三軸遠征とかが全盛期の頃だったんですよ。ですので、DD クローが本当シャレにならないぐらい強かったんです。まあ、ですので、これは、変えてもいいかなとは思いますけども、でも入れてて強いとは思います。うん。え?まさか!っていうようなことがあるんで、はい。で、次に、増殖する G ですね。はい。あれ ?3 枚なかった?あ、3枚あるな。増殖する G ですね。もう、これはもう言わずもがなんでしょう。はい。入れてて損はないカードですね。抑止力になったりしますし、さっき言ったビッグアイだとか、あとは、エクシーズで言うならばガイオアビス。
とか、ベルズで言ったら、まあ、とりあえず寝取られることが一番最悪なんで、はい。まあ、プレアデスとか出すのにも11交換、最低でも11交換になるカードなんで、はい、まあ、残しておいておきましょう。はい。で、あとはまあ、スパー、グラスジュオ3枚、ヘッドギア3枚といったカードですか。はい。まあ、12枚ですね。この12枚は絶対固定だと思います。うん。他に採用しないのっていうカード、例えば、カゲクトカゲだとか、フォトンスラッシャー、召喚僧サモンプリースと、あとカウンターブローですが、まずカウンターブロー、まず存在価値がわからない。入れる意味がないと思ってます。はい。まあ、なぜかと言いますと、まずレベル3であるということ。もうこの時点で人権ないです。すいません。採用してる方には申し訳ないとは思うんですが、本当に意味がないと思います。レベル4でしたら絶対採用してましたけど。はい。攻撃力が上がるっていうのも、リードブローは、バンプ効果自分で持ってるんで、すでにもう、このカード1枚で完結してるんですよ。特にまあ意味はないですね。ヘッドギアでカウンターブロー落とすっていうと、本当にアドゾンだったりしますし。はい。で、次にフォトンスラッシャーや影と影ですが、それもちょっと入れて構築も試したんですけど、特にいらないかなとは思ってます。はい。どれだけこいつを守るかですからね、このデッキは。はい。まあ、フォトンスラッシャーは入れてもいいかなとは思わなくもないですけども、それよりも防御カードを入れたかった。こういった手札誘発とか。はい。モンスターは以上ですね。はい。魔法です。魔法はほんとテンプレしか入れてないですよね、これ。増援者数制、大嵐、オーロラマイス、ブラックホール、サイクロン。はい。これしか入れてないです。入れなければならない他のカード、何かありましたかね。まあ、ランクアップマジックとか、戦士の生還ですか。戦士の生還は、グラス上で十分と思ってるんで、墓地の戦士回収するのは。はい。ランクアップマジックを入れると、必然的にサモンプリストも入れなきゃならなくなるんで、まあ、そこまでして欲しいもんでもないかなとは思います。いや、ロマンという意味では入れたいんですけれども、やっぱりどうやっても、ランクアップマジックを入れる、じゃあ使う時よりも、じゃあサモンプリスト召喚します、切りますとかの運用の方が多かったんです。入れた構築を試すと。ですので、もう抜きました。もう、何なんだよって感じで。はい、じゃあ、トラップ行きましょう。はい。これらの必須はまあいいですよね。はい、ではここから行きましょう。こちら。はい、このデッキの一番特徴ですね。リバウンド。このカードはですね、まあ、調べてもらったら分かるんですけど、バウンスに対して、効果を発揮するコース、カウンタードラップなんですが、セットした状態で破壊されると、1枚ワンドローできるんですよ。はい。ですので、これは、まあ、もちろん相手のリバウンド、あ、違う、バウンス効果、強制出し装置とか、プレアですとか、そういった効果に使うのもあるんですけれども、フィールドに置いておける手札の一種として使います。はい。ですので、1枚伏せて相手のサイクロンを誘う。で、1枚ドローです。もうこうすることによって、サイクロン打ちにくくなるんですよ。で、本命の罠が一番使いやすくなる。ですので、リバウンドは、まあ、こうやって2枚伏せるよりも、1枚で伏せましょう。これはもう高確率でこれを割ってくれるんで、はい。大嵐でこれ割られると、あんまりちょっと痛いんですけどね。あんまりアドは取れないんで、できうるならば、こうやって、相手のあれを誘いたい。で、手札には手札誘発カードが入れておきたい。こういった増殖する G とか DD クローとか。そういったカードも、まあ、そういう使い方をします。次にこちら、エクシーズブロック。このカードは、エクシーズ素材を一つ取り除く、自分フィールド上のエクシーズモンスターがいるとき、エクシーズ素材を一つ取り除いて、相手のモンスター効果を無効にするなのです。まあ、こういった、まあ、リードブローと相性が抜群ですね。はい。ただ気をつけてほしいのは、この状態で、例えば、墓地に、スイッチヒッターがいます。で、エクシーズブロックがあります。エクシーズブロック発動します。で、グラス状を外して、じゃあ相手のモンスター効果無効です。そのグラス状の効果はできません。これはなぜかっていうと、エクシーズブロックの素材を取り除く効果がコストだからです。はい。このカードは効果がないと発動しないんで。さて、まあ、それぐらいですか。まあ、一応以上ですかね、説明は。じゃあまあ、違うわ。まあ、じゃあまあ、簡単な動き、まあ、動きほとんど言ってしまいましたけど、やっていきましょう。はい。
い、それじゃあまあ簡単な動きの説明からやっていきましょう。はい。まあ動きの説明なんていうの、このカード、このデッキは簡単です。はい。リードブローを立てて物理で殴ればいいじゃない。それだけです。はい。それだけ。ランク4並べて物理で殴る。それだけです。それ以外の勝ち筋、ほとんどないです。はい。序盤はですね、こういった、まあ、ヘッドギアで落とします。で、ヘッドギアでまず何を落とすかなんですけれども、はい。これは難しいところなんですよね。うん。例えば、まあ、基本的にはこのスイッチヒッターを落として、ブラス上へとつなげるみたいな感じをするんですが、初手でどうしても、リードブローを立てたい時があるんですよ。こういったね、これを。それを考えると、やはり、まあ、スパーを手札握ってたら、スイッチヒッター落とすんですよね。これは、ほんと。これはなぜかというと、後続のヘッドギアのためです。後続でヘッドギアを引いてきた時、グラス上を落とすっていう感じですね。初手にグラス上があった。なら、グラス上とスパーがあるならば、もう問答無用で出しましょう、リードブローを。この状態で。で、もう基本的にそれぐらいです。はい。愚かな埋葬は、かなり温存しましょう。はい。発揮。例えば、このヘッドギアの状態で、やっぱこうあったとして、はい。じゃあヘッドギア発動します。デッキからスパーを落とします。で、愚かな埋葬でデッキからグラス上を送ってスパーというやり方はしないでください。これだと2枚使うことになるんですよ。リードブローを出すのに。はい、ですので、出すと、これはもう温存して、はい。まあ、ある程度経ったとスイッチヒッターが落ちてる状況で、愚かな埋葬を発動して、グラス上を落として、スイッチヒッターを回収する。こうすると、スイッチヒッター1枚が、まあ、ベーラーが食らうことはありますけども、これで1枚でリードブローが出ることになります。はい。愚かな埋葬はかなりもう万能重要ガードなので、はい。やりたくはないですが、例えばブラスターを落とすという選択肢もあります。はい。このデッキは説明することは以上かな。はい。まあ、あとはベーラーの使い方ですね。本当に。さっきも説明したように、どうしようもないマストカウンターを見極めて発動しましょう。例えば、寝取られ。寝取られが最悪です。はい。寝取られ、リードブロー寝取られると、もう本当に勝ち筋がなくなっちゃいます。もうこれには全力で打つんです。もう他の、例えば、なんて言うんですか、バウンスとかだと逆に別にいいです。まあ、リバウンド打てたら最高ですけども、そう都合よくないと思いますんで、入れてはいますけども。まあ、ベーラー、まあ、バウンスは、まあ、エクストラデッキにリードブロー戻るっていうのがいいんですよ。はい。使ってる人は分かると思うんですけど、リードブロー足らなくなります。本当に。3枚じゃ足んねえやと思う時あります。で、バウンスはそんなにほど重要じゃないなと思ってます。深刻な、除去じゃないと思ってますね。最悪が寝取られです。除外はその次。バウンスはまだマシ。破壊はもう、ちゃんちゃらおかしいですね。っていう話ですね。他にも苦手なモンスター、そうですね。まあ、これから流行っていく、まあ、9月以降で流行っていくというならば、やはり4軸の倉庫ですね。4軸の倉庫はかなり打ってほしいです。なぜなら、こっちのリードブローを無効にした挙句、自分は攻撃力アップして、2300で殴ってくるってなるんで。で、ベーラー打っても、じゃあ点数からウルフバーグとか言われてしまうんで、4軸はかなり厳しい状況になると思うんじゃないかな。はい。3軸はちょろいっす。3軸はかなりちょろいです。3軸は余裕で勝てます。マーメイルも、ガイオアビスぐらいかな辛いのは。ガイオアビスがちょっと辛いぐらいで、他はまあ、大丈夫、なんとかなるんじゃないかな。他は、まあ、ベルズは、オピオンがかけらも効かないんで、はい。オピオン、何それオピオン、何それ美味しいのっていう感じで勝てると思います。他は何かあったっけ？そんなもんか。あ、武神はちょっとやったことないな。武神はまあ流行り始めてはないろうかなとは思いますけどね。はい。まあ、メハーとかなりずれたな、話が。はい。じゃあ、最後、エクストラの説明だけやって終わりましょうか。はい。エクストラの説明。足りないものが何かあるか。まあ、基本的にこれ以外出さないんですよね。正直。この3枚以外出すことってあんまないと思うんですよ。はい。クリムゾンブレイダーは、まあ、
まあ死者蘇生で、まあベーラー召喚してブラスターで出せるし、死者蘇生なんか奪ってもいいですしって感じです。これも一緒ですね。ベーラーあるから入れるってだけで入れてるだけです。ガーガンマン最後の爪ですね。エクスカリバーも意外と使わないっすよねこれ。はい、ワンキルに行くことあんまないからな。ジャイアントハンド高速力薄いですか。まあとりあえずレベル4ってことな、ランク4なんで入れてます。ショックルーラー、これは必要です。かなり必要です。ブラックコンゴ、これも結構重要なカードですね。ホープな、これも強いです。ブレードハードもエクスカリバーと同じがあんまり使う機会がないと思います。スイッチヒッターの効果がね、かぶってるんです、かぶってないんですよねこいつらのこと。はい、でベルズーロボロス、これも結構重要なカードのうちの一つですね意外と。ダイヤウルフ、重要性はないですねこのデッキでは本当。そんな言うほど破壊したいカードもないと思いますから、まあとりあえず入れてる感じですけども、抜きたい方は抜いて構いません。でフォープレイまあこれも入れてるだけですね。エクストラは結構柔軟に入れてると思います。ただ単に BK というデッキ が、選択肢を阻めているだけで、リードブロー出せよっていうことになってるだけですから。はいはい、では以上です。すいませんねこんな風な普通の作成動画で。はい、まあ次に何か、何を紹介しようかなまあこれもあの聖騎士、あの前の聖騎士と同じように、まあバツナギのためだけですんで、はい、何かまあまた、希望する、あ、希望する紹介動画があるならば、もしできるならやろうかなと思ってますんで、コメントで何かください。まあ別に僕が今使ってる、メインで使ってる清流でも全然紹介しますんで、はい、CS とかでそんなあの使っても怖い意味のないんで、はい、ではすいません、グダグダで。お疲れ様でした。では失礼します。お疲れです。